今日は色彩について説明したいと思います。この色はカドミウムイエローのライトです。これを黄色とします。次にこれはマンガニスブルーノーバという色です。ここにしましょう。これ原色で、ね、それからこれがオペラという色ですね。ちょっと濁ってますねこれ。濁っちゃいましたけど勘弁してください。まず、一応この3色を使ってますけども、まあ、人によってはまたちょっと違う三原色を使うと思います。私がこれを選んだ理由は、まあ、3つの色を、使って色を混ぜた時に非常に綺麗な色が出ると、いうことです。では色の解説します。まず黄色に赤が少し入ればこういう色なんですね。でもう少しずつこう赤を増やしていくと徐々にオレンジになってきます。徐々にオレンジ、この辺がこんな感じかな。これ色のグラデーションって言います。だんだん赤が増やしてきますね。これだんだん赤が増えてきます。さらに赤がだんだん増えてきます。だんだん増えて。で、ほぼここではほとんどは黄色が入ってない状態ですね。それで赤真っ赤になります。で、今度は仮にこの赤に少し青が入る。ちょっとまだあるかな。でもうちょっとだんだんこの青の量を増やしていきます。そうしますとだんだんこれが紫になってきます。さらに増えてきますと徐々に青紫ですね。青紫になってきます。だんだん増やします。もっと増やしすぎに。この量の加減が非常に難しいですから、徐々にこう、ほとんどここら辺は青になっていくと。こういう感じね。なかなか均等に色を作っていくのは難しいですけど、今度は青に少し黄色を混ぜていきましょう。青に少し黄色を混ぜていきましょう。この辺はこんなのかな。混ぜすぎると緑になっちゃいますから気をつけないとですね。これはもう慣れないとなかなか難しいですよね。まあ、だんだん黄色が増えていくと、ね、だんだん黄色が増えて、もうほとんどここら辺なんとほとんど黄色だけにならなくちゃいけないですね。まあ、こんな感じで、黄色からオレンジ、赤、赤から紫、青から、緑、黄色とこういう流れになっています。で、これに少し黒が混じりますと、今度は
黒を少し混ぜてみましょうか。まあ、ここら辺に黒を混ぜるとこんな色なんですね。ちょっと、なんて言いますか、うぐいす色って言いますかね。仮にこの赤に黒が混ざるとこれが、まあ、茶色、茶色、オレンジに赤かな、この辺かな、ここら辺だともうちょっと赤っぽいからこんな色ですかね、茶色でも赤っぽい茶色ですかね、これからね、青に黒が入るとこれがこんな色ですね。青に黒が入って、ちょっと黄色が混ざったんですね。これは黒の量によってね、かなりこう、また違ってきますけど、これ、こうやると、深い、緑になりますしね、茶色、赤に赤、オレンジに黒がたくさん混じると、これがだいたいこういう、セピア色っぽい色になりますね。従いまして、これ、2色の色と黒混ざった色、これでほとんどの色はできます。ですから、何十色も、必要はないですね。基本的には3色でほとんどの絵が描けると思ってください。赤を黄色を混ぜると、これは黒になってしまいます。原理的に、ここにいろんな色を混ぜてみましょうかね。赤を黄色一緒に一色だけに混ぜたらどうなるのね。この汚いになっちゃいますね。どんどん濁ってきます。真っ黒にはなりませんけども、この3色の、中にも、多少白が混ぜてたり、しますので真っ黒にはなりませんね。これは3色が混ざるとともかくこの色がどんどん濁っていくということを覚えておいてください。で、ほとんどグレーといいますかね、黒っぽい色になっていきます。こんな色、こんな色、これはちょっと赤が強いかな。これに青がなると強くなるとこうなるし、黄色が強くなるとこんな色になるしね。色彩、絵の具、何十種類、100種類ぐらい売ってますけれども、基本的には、まあ、10色ぐらいの基本色を持ってれば、不便はしません。ただその色を、選ぶ際にはですね、人によって皆さん違いますので、まず、自分の好きな色、あるいは2つの色を混ぜて非常にこういろんな色ができる、そういう基本的な色を、皆さん選んでください。濃淡のグラデーションというのは濃い色からだんだん薄い色になる、これはグラデーションですね。濃さのグラデーションですね。濃さのグラデーションで、これは色のグラデーションですね。で、この2つのグラデーションをうまく使うことによって非常に絵は生き生きと、よくなりますので、グラデーションのことはよく、覚えておいてください。例えば、濃さのグラデーションを使う場合ですけども、例えば
海の水を、あるいは湖の水、ね、手前は濃く、手前は濃く、だん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 水を使う、だんだん薄くすると、だんだん薄くする、ね、だんだん薄くする。これだけで、距離感が出ます。ここにこう波が、ね、波がこうあったり、手前の波は大きく、だんだん小さく、小さく波、波紋ですか。こうやってやりますね。こういう時にグラデーションが非常に有効に使えますので、覚えておいてください。それでは終わります。